美しかった夜を越え朝迎え君に会えたらそれでさんのリリーという曲でした。なんか声おかしくない？大丈夫？このままいくよ。なんか割れてない？上限あるよね。皆さんのその携帯一つ一つが私のことをより広く広めるかなと思うので、その携帯一つ一つで撮ったのをハッシュタグのんぴーで TikTok リールに回しまくってください。お願いいたさす。夢はもう見ないのかい、明日が怖いのかい、諦めはついたかい、thank you.
諦めはついたかい。バカみたいにそれが嫌いだぜ。ああもう泣かないで。君が思う通り弱くはない。ああまだ追いかけて負けっぱなし。ありがとうございます。次の曲はリクエストをやろうかな。先生天才先生真っ赤じゃ青空たらふく。じゃオリジナルは一回置いといてカバーからいきますね。なんでもないよ。青空青空かな。お前が決めるんかいみたいなね。ごめん。今日一番我こそは遠くから来たぞっていう方、あ後ろの方、我こそは遠くから来たぞの方、どこから来たんですか。大阪。待って、新幹線同じだった説。私も今日11時過ぎぐらいの新幹線で大阪から来ました。ということで青空歌いたいと思います。皆さんぜひカメラを向けてね、あのハッシュタグのんぴーでタグ付けしまくってくださいね。のんぴーっていう名前だけでも覚えておいてください。看護学生2年生の大学生です。絶賛テスト期間中です。青空歌うんでぜひハッシュタグのんぴーつけてください。ブラウカの向こう側、カッコつけた携帯がインディアンを打ち倒した。ピカピカに光った銃で、できれば僕のやつを打ち倒してくねればよかったのに。神様には色送り、天国へのパスポートを乱るなんて本気なのか。誠実さのかけらもなく笑っているやつがいるよ。隠して真っ赤という曲でした。次はですね、間違えた、青空という曲でした。久しぶりにピーターパンでも歌おうかな。歌えるのか知らないですが、いつまで子供のまでいる。そんな言葉が触れたくぬ。黙って見てればいいんだ。笑ってそう言ってやれ。
夢の見過ぎとバカにされた少年が夢をつかむ物語を見事な逆転劇をこの手で巻き起こせ見せつけろ日もサッチもいかないよ綺麗ごとに踊り踊らされ大人の友情式なんてものは丸めて捨てちまえピーターパン症候群と指を刺されろろしられようがおとぎ話みたいなハッピーエンドそう自ら掴み取るんだ Oh, 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 oh. ありがとうございます。あのギター難しすぎたやべ、ギター難しすぎました。そしてですね、次の曲は、なんかアカペラでもやっとく？え、これ上聞こえます？じゃあアカペラいきますよ。私の番、私の番。自分のペット、植物でもいいです。思い浮かべながら聞いてください。私は犬のために作りました。Oh,
あなたがまたこのうちは選ぶように。分かってあげられないでごめんね、わがままばっかでごめんね。もしも感動の曲なんですけどね、もうなんせボン忘れ。次の曲は、一応私はハワイに留学行ってまして、その時にやっぱ英会話ってそんなに上手くならなくて、でもこの性格上ハワイ行ってきたぜマンジってやりたくて、できることなんだろうと思った時にハワイっぽい歌を、そしてノンピーっぽい歌詞で作った歌があるので、ぜひ聴いてください。フォーナウという曲です。皆さん、のんぴーです。よろしくお願いします。寒いですが、海を感じてください。横須賀も海あるよね。海を感じてください。ありがとうございます。で、ちょっとここで自己紹介させていただきます。2001年生まれの9月22日生まれ、21歳の代の、看護学生、大学4大生の看護学生2年生、留学に行ってしまっていたもんで6月卒業なんで、4月入学に迷わず1個下に学年を下げております。で、看護学生をやりながら今路上ライブで歌っております。そして私の将来の夢の話は一回置いといて、このどうしようかなと思って、このハワイから帰ってきて、何になるのって散々言うし、誰でもそうだと思うんだけど、なんか今変わりたいなみたいな。今のままで幸せか幸せじゃないかって言ったら幸せなんだけど、なんか変わりたいなってずっと思い続けてたんですけど、とりあえず今が一番幸せだって思おうと、で、幸せだと思いたくて思った私は、できることなんだろうなって思った時に作った歌がたらふくという歌です。今が一番幸せだということを気づいた
皆さんたちにできることを歌ってるんで、たらふくという曲を聴いてください。幸せを知っているから、ありがとうございます。たらふくという曲でした。で、まあ笑って笑って笑って元気で何でも全力でやるのんぴーをたらふくでやり続けたんですけど、まあ将来をちゃんと決めなきゃいけないポイントが来るわけですよ。まあ将来をちゃんと決めなきゃいけない。でも同じ制服着て同じ席に座ってこう、別に誰かが欠席しても支障は出ないみたいな、別に自分じゃなくてもいいじゃんみたいなことをずっと義務教育でやらされてて、さあ自分の好きな大学行きなさい、何を専攻しますか、どんな将来になりたいですか、あなたの夢は何ですか、稼がないとだよって大人が口を揃えて言ったんですよ。年齢的には私も大人ですが、まだガキのままでいたいっていう気持ちを込めて大人をくくるんですけど、その時に人のせいにしてて、私はママとかパパとか親とか環境とかのせいにしてて、でもそれを口にしてしまったら本当にやばいやつになると思って、自分がそれで自分のことを正当化してしまうと思って、ずっと言えなくて、いや誰のせいでもないって思ってたけど、実は誰かのせいにしてて、そんな時に音楽に出会って、歌うことに出会って、人前に出会うこと、歌うことに嬉しいなって思うようになって、楽しいなって思うようになって、まあいいよ見ててよ、歌で私は社会に出てみるよって気持ちをバンって出せるようになった時に、先生という曲を書きました。先生という曲を聴いてください。先生教えてよ、答えのある問題ばかりよ、教わってきたせいでいざ
社会に放り出されて答えのない問題ばかりでわからないよ。先生、僕たち、私たちは言われた通り可愛く育つよ。あの人もこの人も同じように今日も何かに向き合ってます。切り取って載せてくれれば TikTok になれます。のんぴーです。ありがとうございます。そしてこの先生を作って歌でやっていくって決めてやってる私が最近作った天才という曲、私の将来の夢の話にようやくたどり着くんですけど、次の曲がラストになります。人間パワースポットになりますっていうのを公言してるんです。人間パワースポットって何ですかいと。人間パワースポットっていうのはちょっと落ち込んだ時とかに景色を見たり山に登ったり神社に拝んだり大仏を見に行ったりパワースポットっていうところがあるじゃないですか、世界遺産だったりとか。そういう人間になりたい。そういう人間になるには多分やり続けてなきゃいけないし、でもやり続けてられる、それが特技だから。別になんか才能があったわけでもないし、けどやり続ける、頑張り続ける、ずっと突っ走り続けるっていうのは唯一私の得意競技だから、全力で私は歌い続けます。そしてここにパワースポットとして存在し続けます。のんぴー見たらちょっとでも頑張れるな、ちょっとでもいい方向に動くなって、そうなんか頑張らなきゃなってうざいぐらいに思わせるぐらい私は突っ走り続けます。でもその大仏とか神社とかもそうなんですけど、そいつらは光ってないんですよ。たくさんのスポットライトがそれを当てて輝かせてるだけなんですよ。別にそれ自体にはそんなに力がなくて輝いてなくて、皆様のスポットライトが私に当たった時に私は輝けるのかなと思うので、一人一人のスポットライトを私に当て続けてください。そしたら私は輝き続けたいと思います。最後の曲、天才という曲を聴いてください。ちょっと歌詞見ていい？Ah.
が正しくて私が違くて負けとか勝ちとかどこが物差してまるで一瞬のストレで惑わされてる迷いながらも悩めながらも生きてる生まれた時から天才で入れればよかったな何もね私のストーリー重ねてく奇跡のストーリー生まれた時から繊細で弱虫な私が巡り合って重なって歩んでく奇跡のストーリー回答用紙があればうまくいくのにそんなことを考えてばかり近道探してばかり次右左やめたり立ち止まってばかり映画のような2時間のストーリーになっちゃうな巻き戻しができれば何度でも何度でも人生作れんのにな生まれた時から天才でいれればよかったな何もね私のストーリー重ねてく奇跡のストーリー生まれた時から繊細で弱虫な私が巡り合って重なって歩んでく奇跡のストーリー生まれた時から天才じゃなかった私が今ここで歌う意味理由はここに彼女があなたが彼が笑ってくれるそんな場所になりたくて天才じゃない私が天才になれるストーリーいろんな奇跡が重なって作り上げてゆく私のストーリー、oh!そしたら全員と写真撮ったりサインしたりしていきたいなと思うのででも大学2年生テスト期間やっておりますなのでお気持ちだけで大丈夫です皆さんお気持ちだけチップボックスに入れてくれると地方の方にも路上ライブに行けるかなというところがあるのでお気持ちだけ入れてくれると嬉しいですこっちの向きにしようかなこっちの向きに並んでもらったら全員と写真を撮っていきたいなと思いますよろしくお願いします皆さんのんぴーだけは覚えていってくださいねありがとうございましたあ、集合写真撮っていい